はい、どうも、こんにちは。楽楽、楽です。サイコブレイク、パート14、やっていきたいと思います。はい、前回はですね、教会に向かっていって、で、強制的に、その前の回で戻されたんですが、進んでいったんですね。で、なんか落ちたような感じで、から、スタートしましたね。はい、なんか、セバスチャンは、うわぁ、みたいな感じで、起き上がって、そこからスタートしたんですね。で、まあ、死体処理場の謎解きを、まあ、解いたと思ったら、まあ、一発しと。で、もう一回解いたら簡単に行けたという感じで進んでいって、で、そこから先はもう狼戦ですね。狼が、まあ、怪物と化した狼が、まあ、強かったんですよ。かわしてもかわしても、かわせられなかった。すいません。噛んでしまいました。はい。では、まあ、なんとか倒して、で、ジョセフさんのメガネもなんとか取り戻してきた感じです。はい。で、教会の前に来ております。はい。では、前回の続きからやっていきたいと思います。では、行きましょう。はい。キッドさんが、なんか、レスリーさんを引っ張っていったところですよね。ここ。階段。ここの階段。あれ？ジョセフさん？行かないんですか？まあ、いいや。ああいうところは昔から理解できんな。教会ですか？まあ宗教どうでしょうかね。まあ皆さん宗教って言っても、まあそんなね、首突っ込んでっていう感じじゃないと思うんですね。まあ、まあ普通に仏教としたら、まあお葬式とかしかね、お寺に行くことはないと思うんですよ。法事って言えばいいですね。法事って法事でしかね、まあ、お寺とか行く用事はないと思うんですけどね。教会も、まあ、確かにですよね。何か、お祈りするっていう習慣ないですからね。はい。あ、これで終わりなんですか。チャプター6は、まあ、狼戦って感じでしたよね。はい、では、セーブしましょう。まあ、狼、倒したんで、セーブしたいと思います。はい。では、教会だろう。ザ・キャッパーですか？わからないですけど、ネクストチャプター続けていきましょう。キッドさんを追う形ですね。はい。はい、ということで、まあ、前回、ジョセフさんね、メガネ落としてね、最後の方でメガネかけたことないからね、その愛着わかんないって言ったんですけどね。本当メガネ、っていうか視力が、まあ、悪くないですよね。だからメガネをかける必要ないんで、これは、メガネに、あまり、ね、なんて言うんだろう、親しみがないというか、メガネを使うことがないんでね、ずっと、まあ視力は下がってはいるんですけど、下がってはいるんですよ、ちょこちょこと。でもまだ、全然、裸眼でも見える息なんで。あら、レスリーさんの声。近くから聞こえる。近く。私が守る。誰にも捕まえさせない。ここから聞こえる。捕まえる。なんか字幕でも呪いみたいに見える。私と一緒にいて何があっても。あら、ジョセフさん疲れてる。まずポイントをゲットして、この階段の上にある地図の断片13ゲットしました。さて、ジョセフさん大丈夫ですか？もうやばそうですね。おい、ジョセフ。大丈夫か？いや、もう苦しそうなの、本当。あ、大丈夫か？セバスチャン、死にたくなることはありますか？そんなこと言わないで。高い場所に立ったり、はい。地下鉄のホームで、その衝動が、1分続くことを想像してください。1分、そして2分。はい、まあ、駅でも、まあ、本で待ってます、ね、その衝動を止められる？そうじゃないんです。決して止められないことが怖いんじゃなくて、怖いのは止めたくなくなることです。ああ、もういいんじゃないかと。心のどこかでそう望んでる。わからないけど、その考えを追い払えないんです。その衝動は本能的なものかもしれません。
ああもう無理と分かってた。待ってろ。その薬こいつで。何？あ、ルビックさん。この人が近くに来ればなるのかな。おおっす。あなたは何でもできるんですね。まさにサイコだよ。落ちる。またこの現象だ。重力どっちってくそ、また一人か。そしてここはどこだ。チャプター7 ザ・ケッ・キーパー、キー・キーパー、ケーパー、キーパー、キープする。まあ続ける。そう、続ける。はい、やれということなんでしょう。続けるしかないと。捕まえる、うん、とりあえず2人を探そう。え、ジョセフさん、ジョセフさんとかそういう感情はないんですか。まあとりあえず2人を探そう、そういう感じでしょうか。あ、アイテムが、とりあえずキッドさんとレスリーさんはどこか。怖いな。ここの祭壇は、あ、爆弾が。よし、止めますよ。ほら、だー、死んだー。体力ちょうどゼロでしたね。まあそんなこともあるんですよ。これでも解除したいですね。走り回りたい。ちょっとアイテム、とりあえず2人を探そう。アイテムは向こうしかないですね。そっちにはまだ行かない方がいいと思うんで、アイテムをゲットして、あのね、よし、やめよう。また死んだら元も子もない気がする。ちょっと待って、リロードしよう。ハンドガン、あ、もう満杯ですね。満杯。じゃあこっち行きましょうか。レスリーさんの声じゃなかった、こっちから聞こえたと思ったんですけど、開けなかったです。アイテムゲット。うん、もうないですね。じゃあ進みましょう。何でしょうかね。違うぞ。誰でしょう。ハンドガンいっぱいあるんで、ハンドガン使っていきましょうか。敵もいそうですね。いますね。いますね。バレないですよね。明るい。バレるかな。パッパッ。うん、バレない。うん、バレないですね。うわ、うん、あ、バレた。早い。ちょっと待ってくださいね。よし、こっちで戦おう。さあ来い。はい。オッケー。ヘッドショット。やっと。もういっちょ。リロードか。もういっちょ。よし。燃やさなくていいや。
なんかアイテムないですか？ないみたいです。待って、スニークキルだ。早い。あぶれ。うっと、くらえ。よし、押さえた。オッケー。お、ポイント1000ポイント、大きいですよ。これはライフルの弾。ハンドガン欲しいですけど、まだなさそうだ。お、ネズミ消えた。早いな移動。ん、走れなくなった。なんだなんだ。おい、よしよしよし、勝手に割れないでくれ。ポルターガイスはもうやめてくれ。あ、やめて、そういう写真に血がついちゃってる。何も出ない。まさか道がまた変わったとか。ここか。うん？何か隠し通路。取れそうだ。取れそう。あ、そこを取るの。古い石板。石造りの扉にはめ込まれていた石板。扉の開閉スイッチになっている。あ、なるほど。通れば開く。ランタン。すごい隠し通路だ。これは、あ、え、ちょっと待って。なんでしょう、これ。あ、へぇー、へぇー、なにこれ。まあ、金庫だったみたいですね。鍵が入ってました。また初期、教会地下の初期。助けて、鉄のぶつかる音。またあいつが来る。どこまで逃げてもずっと追いかけてくる。助けて神様、助けて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 。怖い。そんな、あの、そんな書いてる暇あったら逃げた方がいいと思いますよっていうね。もう、こういうのでもなんか落ちてきそうで怖いんですよね。もうこういうチェックポイントがある。そして暗くなると思ったらまた明かり、明かりにはね、走っていきたいですよね。こういう瓶とか見逃さないで。え、なんでしょう、見えなかった。何かが閉まった。ん？あ、もしかしてさっきの鍵の使い方違う。開いたー。殴って開く錠なんていらないですよね。え、ここが なんだ。あ、セーブ、セーブの音が。セーブしたいですね。お、また手記だ。リリーの誕生カード。ええ、名前リリー・リンカステアヌス。呼びにくいですよ。もうちょっとちゃんと名前つけた方が良かったんですじゃないですかね、セバスチャンね。2006年7月18日午後、あと午前9時56分7ポンド3オンス。ちょっとわかんないです。ポンドってなるとわかんないです。身長14センチ。セバスチャン&マイラカスティアンス。誕生14センチ。14インチですよね。14センチっておかしいなと思った。14インチですね。はい、何センチだろう。何センチだろう。もうインチもわかんない。はい、もしかしてリリーさんが生まれた病院がこことか。リリーさんが生まれた病院がこことか。いや、そんなことないですよ。だって産婦人科には見えないです。心配症でいらっしゃるよね。いや、心配症ではないです。地下、教会地下にカタコンペ。カタコンペって何ですか？教会地下でカタコンペ発見。
司祭眠りを妨げるな誰が管理していたのか。崩落した床を修理中だった作業員がシダヒル教会の地下に人工の通路を発見。彼らはミラを見た都市と主張。教会は何でしょう、僕独であるとわかんないです。専門家の立ち入りを拒絶。冒徳かな、冒徳である。あ、わかんないです。いや、漢字読めないですね。じゃあこれまた誰か、クリスさん、クリス・テイラー、建設会社の作業監督。床が崩落した教会での作業、修復作業中に姿を消す。作業が完成直前で、落下実験、事故の可能性は低い。なるほど、いなくなった人は絶えないみたいです。ではこっちにセーブしましょう。よし、セーブしたことですし、ポイントは8000、また8000ですね。1万貯まったら来ましょう。ちょっと選択の幅を増やしたいので1万貯まったらにしましょう。よし、蹴り上げてもう準備 OK だ。うわっ、もうテンション高いですね。あ、ここのことか。あ、3つあるんですね。ここか。では使ってみましょう。一つ足りない。あれ、あー、もう取りに行けっていう感じなの。あー、そうみたいですね。残り2つあるから取りに行けという感じでしょうね。ここは左から行きましょう、先に開いたので。毒ガス、毒ガスでしょうか。バルブがある、止めちゃえ。あらあら、連打かよ。言っていいんですか、大丈夫みたいです。こんにちは、誰もいませんか。エイリアン、来た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 、なにこいつ、何こいつ、何こいつ、って置いてる。怖い、爪が長い、やばいやばい、バレた。ちょっと待って、何、顔2つあんの。ちょっと待って、外した。顔が2つある。ちょっと待って、危ない、気持ち悪いよ、気持ち悪い。あ、待って、こっち行き止まり。まだいる。外す？やばい、危ない。ちょっと顔面当ててんだけど、どっちが顔面か分かんないから、ヘッドショットしましたけど。燃やす。3つしかないんだけど。まだいますね。リロードしましょう。どこにいるの？怖いんだけど。いる。いや、開けない。こっち開けます。瓶はいらないです。マッチはゲットします。いや、ちょっと待って、そういうのをやめてくれないかな。痛い。そういうのやめてくれないかな。OK。なんでヘッドショットしたの。ヘッドショットしたのに、そういうのやめてほしいです。まだ生きてる。うん、オッケー、じゃあ開けましょう。ほい、当たんない。ちょっとこれは殴って開ける。オッケー、で燃やす。オッケーです。はい、ショット、ハンドガンの弾ゲット。勝手に閉まらないで。おい燃えないかな。うわ、ナイス。トラップだったんですか、今のは。トラップだったんですか、ワイヤーあったんですか。
はい。何、新しい敵にばっかり目いってると、普通の普通のトラップにやられますよみたいな、そんな感じですか。え、ちょっと待ってください。まさかもう一回あの扉を開けるシーンを見なきゃいけない。ちょっと時間かかりますね。蹴り上げろ。ここ開けてからセーブすればよかったですね。よし、すぐ倒しましょう。どっちから行っても同じ気がするんですよね。こっち行きます。すぐ倒せば問題ないはず。この連打も何回もやんなきゃいけないの困るな。よし行こう。蹴り開けろ。こんにちは。外すか、外すか、外す。いろいろだけどまだ生きてる。うん、そっちやれ。当たれ、危ない、あー、くそ、やめてそういうの。もうやす、よし、ショットガンの弾ゲット。ちょっと待って、回復しよう。しゃがんだらもっとさらに早く回復するとかないかな。来るか、じゃあ来いよ。危ない危ない、外さない。 OK、 OK、 開ける、おやす。 OK、 で、弾ゲット。すごいですね、セバちゃん。弾込めながら弾込めながら蹴り開けたんですけど、どうするんでしょうね。あ、そういうことだったんですね、これあぶねえな、どうしよう、倒すしかない。あ、あと一発かよ。よし、とりあえずここでショットガンに切り替えなくてよかったですね。燃やそう。よし、これで OK。 あそこはもったいないな。スナイパーライフルまあ一個使わないですけどね。あんまり使わないよりかは使いましょう。使わないより使った方がまだいい。こっちか、こっちから声が聞こえますね。アイテムはなさそうですか。あ、連打すれば開くんだ、こう。初めてわかりましたね。連打すれば早く開く、ケアブルト。どこ、何これ、これは何でしょう。あ行き耐えましたね。スタンプですね。ああ、みんなペッシャンコです。あ、こっちについてるんです。ああ、ペッチャンコですね。回復とかありますね。取りに行きましょう。落ちてくるとかそういうのはなしです。ほら、やった、いっぱいだ。ちょっと待ってください。スナイパーライフル、せっかくあるんですから、リロードして。1個ゲット。ああ、もう時間ですか。先進みたいですね、これ。よし。
じゃあまずアイテムを取りましたし、ちょっともう一回死んであそこからやり直すのもきついので、セーブしに戻って終了したいと思います。いやまた新しい敵が出てきました。もうもういいよああいう気持ち悪いのはもういいです。顔2個とかね、そういうのはやめてほしいですね。怖いですもん怖いっていうより気持ち悪いですもんそれで2回ヘッドショットにしなきゃいけないでしょうね。あれ1600、じゃあまだ、いや1万になったら、何かお忘れですか。うん、セーブをしてやめるという。顔色が悪いようですが。ジョセフさんがいなくなっちゃいました。いやもうジョセフさんもね、ちょっと鬱なのかな鬱なのかな。まあこんなね、ちょっと頭がおかしくなりそうな場所でね平常でいられるわけないです。はい、ということで、パート14これで終わりにしたいと思います。いやもう教会にやってまいりましたがすごく不気味ですね、教会もね。また新しい敵も出てきてね、ヘッドショットを2回やらなきゃ死なないんでしょうかね。難しいです。いやトラップも一発死が多くなってまいりましたし、ちょっと大丈夫かなと。いや必ず1回は死ぬと思います。これからもパートごとに必ず1回死ぬと思うんですけど、はい、まあなんとか乗り切っていきたいと思います。はい、ということで、パート14これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。